こんにちは、岡崎です。OK先生です。今回は山形県の国語、高校入試問題の過去問のあらすじ解説をやっていきたいと思います。今回取り上げるのは2020年度の山形県の高校入試問題大問2です。細川秀夫さんの対話をデザインするからの出題です。この細川秀夫さんの対話をデザインするは、この山形県以外に栃木県、千葉県、茨城県、山口県、鹿児島県でも出題されてます。同一作者の同じ本からの出題、抜き出されている箇所は違うけれども、同一作者同じ本からの出題です。他の解説も合わせて聞いてもらうことで、よりこの作者の細川秀夫さんの主張が分かってくると思うので、そちらも利用してください。その中でも千葉県の出題は、今回の山形県の出題とすごく近い部分が抜き出されてます。なので千葉県の解説をもう見たよって人、この動画の後半部分から見てもらえばいいようになってます。下の説明欄に目次を貼ってますので、そちらを利用してください。このチャンネルでは中学生の国語教科書の解説動画を配信しています。現在は高校入試問題の解説動画も配信していますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやってみましょう。みんな、対話するとき、相手と話すときに注意しなければならないこと、それは何だと思う？よく言われるのが、相手の目を見てしっかり話しなさいとか、自分の思ってることそのまま言っちゃダメだよってね。そんなことしたら相手が傷ついちゃうかもしれないし、関係が悪くなってしまうかもしれない。だからね、ちゃんと相手がどう思うかってことを考えて言わないとダメだよ。こんなことを聞いたことあるかもしれません。でもね、作者の細川秀夫さんは、対話するときに重要なのは自分の思ってること感じてることをちゃんと言うことだよって。それを相手に伝えなかったら、自分と相手はいつまで経っても打ち解けることはできないし、お互いのことを深く理解し合うこともない。だから自分の思ってること、それをそのまま相手に伝えること、これ重要なんだよ。隠しちゃダメなんだよ。こういうふうに言ってるわけなんです。ただね、自分が思ってることを表現するときに気をつけなければならないことがあるわけ。それはね、その会話、ただのおしゃべりになってませんかって。ちゃんと対話になってますか？ここの点注意して、自分の思ってること、感じてることっていうのを表現してください。相手と話してください。こういうふうに言ってるわけ。ここまで聞いて、と思うよね。そのおしゃべりと対話ってどう違うの？なんかおしゃべりって言ったら気軽な感じがして、対話って言ったらちょっと堅苦しい感じがするんだけどね。作者はおしゃべりだったら相手を深く理解することも、自分がそれによって変わることもありませんよって。でもね、対話をすれば相手とあなたはちゃんと打ち解けること、お互いが理解し合うことができるんですよ。こういうふうに言ってるわけなんです。じゃあね、こっからはそのおしゃべりと対話、どういうふうに違うのかってことを考えていきましょう。まずはおしゃべりからね。おしゃべりっていうのは気軽にできるやつだよね。自分と相手がいて、自分の気持ち、感情っていうのをそのままパーンと外に吐き出したらいいだけ。みんな、自分が言いたいことって持ってるじゃんか。昨日のあのドラマ見た、面白かったよとか、今日の朝こんなことあったんだよね、だから落ち込んでるの。そういうふうな自分の気持ちを相手に話す、自分の気持ちを相手に聞いてもらったらすっきりするよね。ストレス発散にもなる。でもね、それって自己満足なんだよ。こういうふうに作者は言ってるんです。そういう自分が言いたいことをただ相手に伝えるだけ、それっていうのはね、独りよがりなんですよって。つまりそのおしゃべりの中では自分が中心になって、相手のことをあんまり考えれてないんだよね。相手の存在っていうのを無視してしまってるわけだからね。相手もそういうふうなあなたの気持ちを聞いた後、そこに相槌を打つことぐらいしかできないんだよね。へえ、そうだったんだ、そのドラマ面白かったんだとか、今日の朝大変だったね、こんな風に言ってくれるかもしれない。で、今度は相手の番になるよね。その相手が最近見て面白かった漫画の話とか、昨日あった嫌な出来事みたいなことを話すわけ。そしてあなたはまたそれを聞いて、それに対して相槌を打つ。でもさ、そういう話ってもうそれで完結しちゃってるんだよね。自己完結してるお話なの。
そっから先に発展することがない、発展性がないお話なのよね。相手の話を聞いて終わり、自分の話を言って終わり、それで終わっちゃう会話、それがおしゃべりなの。つまりおしゃべりっていうのはモノローグ、つまり独り言と同じなんだよね。もちろん相手はいるんだよ、相手はいるんだけどね、結局は一人でベラ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 喋って、で相手はただ単に聞いてるだけで、また相手がベラ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 喋ってきて、自分はそれを聞いてるだけ。まあもちろんね、独り言というよりかは相手に聞いてもらった方が心が落ち着く、すっきりする、そういうことはあると思うんだけど、やってることって言ったらね、自分が言いたいことを喋ってるだけ。本当は相手がいるならばもっと深い話ができるのに、その表面的なお話で終わっちゃってる、こういうことなんだよね。それに対して対話っていうのはダイアローグっていう風に呼ばれてます。このダイアローグっていうのはモノローグ、独り言と違ってね、自分と相手、聞き手と話し手がいたら、お互いの話を理解し合って関係を深め合うことができる、それが対話なんだね。つまりね、作者っていうのはあなたが思ってること、感じてることっていうのをしっかり話さないとダメなんですよ。こういうふうに最初に言ってたでしょ。まずは自分がどう思ってるか、どう感じてるか、そこが出発点になってるわけ。それをしっかり探して自分自身ではっきりさせとかないと、相手もあなたが何を言いたいのかわからないよね。自分でも分かってないのに相手が分かってくれるわけないじゃんか。でもね、その時意識しなければならないのは、そういう自分の考えとか思いっていうのはね、あなた一人だけのものでしょ。相手はあなたと同じ人間じゃないわけだから、きっと別の思い、別の考え方持ってるはずだよね。つまり対話するときに重要なのは、自分の考え方、感じ方っていうのと相手の考え方、感じ方は違う。相手は自分と立場が異なるっていうことを意識しなければならないんだよ。こういうふうに言ってるわけなんです。つまりね、対話を始めるっていうことは、自分の考え方、感覚っていう領域と相手の考え方、感覚っていう領域が違うわけで、そこをお互いに話し合っていろいろ理解し合っていくわけなんだから、相手の領域に踏み込むんだよ、これから。そういう意識をちゃんと持ってないとダメ。こういうふうに作者は言ってるわけなんです。何でもかんでもね、相手のこと考えずに自分が言いたいことをバッと言っちゃう、それで終わり。そういう会話、おしゃべりでは相手との関係性っていうのを深めていくことはできないんだね。つまりね、自分のこの言い方で本当に相手に伝わるかなって。だって自分の考え方と相手の考え方違うわけなんでしょ。そういう自分の考え方っていうのを分かってもらうために、こういう言い方したけど相手これで分かるかなって、そういうふうに常に相手を意識する。そして相手もそれに対して、自分が言ったことに対して何らかの考え方とか意見とかを返してくれるわけでしょ。そういうお互いの対話の中で、同じ部分、共通点と違う部分、相違点っていうのをしっかり見つけていくこと。そうすることによって、自分と相手っていうのはどういう部分が同じで、どういう部分が違うのか、お互いに理解していくことができるわけなんだね。そして、あ、そうか、ここの部分は同じなんだ。そうか、ここの部分は違うのか。そして違う部分、確かにそれも一理あるな。こうやって納得を積み重ねていくことによって、対話を前に進めていくことができるわけだね。そこには発展性があるわけよ。まあでもね、ここまで聞いて、対話っておしゃべりと違って大変そうだな、こういうふうにみんな感じると思います。そうだよね、相手と自分って違うんだから、違う人間なんだから、その違う人間、違う考え方してる人間に自分のことを本当に分かってもらうこと、そして自分とは違う人間である相手のことを自分が理解すること、それってかなり難しいことだよね。つまり自分は相手に自分の考え方を話すときに、相手に伝わるように最大限の努力をしなければならない。それはおしゃべりみたいにね、自分が思っていることをパッと言って、あーすっきりした、それで終わりの活動ではないってことなの。まずね、相手に自分の言ってること、考え方っていうのを分かってもらおうと、いろんな言い方をしてしっかり分かってもらうこと、そこにあなたは最大限の努力を払わなければならないんだよ。こういうふうに作者は言ってます。そしてね、それはスタートから大事なんだよね。つまりね、相手と対話しよう、お互いに自分の考え方とか意見とかを交換し合うことによって、相手のことをより深く理解しよう、自分のことをより深く理解してもらおう、そういう時にね、話題の選び方、スタートの部分もすごい大切なんじゃないの。自分の中でね、昨日こんな面白いことがあったよとか、
今日ね、朝こんな辛いことがあったよ、悲しいことがあったよ、そういう話っていうのはあなたにとっては大切なことなのかもしれないけど、相手にとっては本当に大切なことなのかな？もし相手も同じような経験をしているのならば、もしくは相手がそのあなたの経験についてすごい興味があるんだったら、お互いのことを深く理解し合うような対話にまで発展する可能性はあるんだよね。でもね、そうじゃなかったらどう？相手にとってその話題、あんまり興味がなかったり、あんまりその話題について話すことに意味を感じてないんだとしたら、そっから先、あなたがいくらね、相手に理解してもらおうと思って、一生懸命こうやったら伝わるかな、ああやったら伝わるかなって言い方変えてね、一生懸命話したとしても、その先、相手が考えてくれる可能性、相手が自分の思い考え方をあなたに伝えてくれる可能性、低いんじゃないの？だってそうでしょ？相手はその話題に対して自分の考え方とか思いっていうのを今の時点であんまり持ってないわけでしょ？それだったらさ、あなたに伝えれることないよね。それじゃあさ、いくらあなたが頑張ったとしても、その話題では対話に発展する可能性が低いわけだ。つまり、対話するときに重要なことは、話題の選び方。相手が主体的に関わることができるような話題を選ぶ。そういう必要があるわけよ。相手もね、その話題に対して考え方とか思いっていうのを持ってる。そうすればね、自分と相手、それぞれの思い、考え方っていうのを伝え合うことができるよね。そこから深くお互いのことを理解していく。そういうことだって可能なわけよ。対話が進展していく。こういうわけなんだね。でね、ここまで聞いて、おしゃべりと対話の違い、分かったと思います。で、おしゃべりはね、みんな結構してたと思うから、いいとこは知ってるよね。気軽にできるし、ストレス発散にもなるし、スッキリするし、いいことはあるわけだ。じゃあね、今言った対話っていうのは、話聞いてて、確かに良さそうな部分はあるんだけど、ちょっと大変そうだよね。自分の考え方と相手の考え方をぶつけ合う、深く理解し合うってさ、なかなか気軽にはできないことだよね。じゃあね、この対話をする意味っていうのはどこにあるんだろうか。こういうふうに作者は言ってるわけなんです。すぐにわかることはね、相手と自分っていうのが理解し合うことができる。なので、相手と自分との人間関係を作ることができるんですよ。こういうふうに言ってるわけなんです。でもね、この対話のいいところ、すごいところって言ったら、もっと深いところにあるわけ。それは、社会とか世の中を理解することができる。そういうこと。なんで？と思うよね。ただ単に二人で対話してるだけでしょ？なのになんで社会とか世の中のことを理解できるの？こういうふうに思うかもしれません。でもね、考えてみてよ。みんなが自分の考えとか思いとかを話すとき、相手に伝えるとき、その元となってるのは何？あなたが今までこの世の中とか社会とかコミュニティ、共同体で経験したこと、そういうのが元となってあなたの考え方とか感じ方っていうのが生まれたわけでしょ？つまりあなたの考え方とか感じ方の背景には社会とか世の中が広がってた。こういうことなんだね。そしてこれは相手も同じだよね。なんで相手がそういうふうな感じ方をするのか考え方をするのかって言ったら、きっとそれは相手がここまで成長してきた社会とか世の中、共同体に影響を受けてそういう考え方、価値観になった。こういうことが言えるわけだ。そしてここが重要なんだけど、あなた、自分と相手っていうのは同じ環境で育ったわけじゃないよね。別々の環境、社会の中で成長してきたわけだ。するとね、そういう相手と対話をすることで、自分と相手の同じ部分とか違う部分っていうのを発見するっていうことは、その相手の背景となっている社会とか世の中の自分が今まで経験したことがない部分、知らなかった部分、異なる価値観を発見することにつながるわけだ。そうしてこの社会、世の中っていうのは自分が知ってることだけじゃない。その相手の後ろにも別の社会、世の中っていうのが広がっていて、この世の中にはいろんな考え方がある。複数の社会が広がっているってことを実感することができるわけだ。そして相手との対話を深めていくことで、相手を理解するってことは、その相手の後ろに広がっている社会とか世の中っていうものを理解することにつながるから、そういういくつもある社会、複雑な社会っていうのを受け入れること、それにつながっていくわけなんだね。みんなね、この世の中のこと、この社会のこと、もっと知りたい、こういうふうに思ったことない？だってさ、みんな、この世の中、社会ってさ、
かなり複雑だよね。いろいろ意味わかんないとこあるじゃんか。だからその社会、世の中でみんなこれから生きていくためには、この社会のこと、世の中のことをもっともっと理解していく必要、それがあるんじゃないの？この社会のいろんなことを知らないまま生きていくよりも、いろいろ分かって理解して生きていった方が、きっとよく生きれるし、楽しいことなんじゃないかな。そうしてね、こうやって対話することによって、自分と別の世界観を持った相手と対話することによって、相手を理解して、相手の背景にある社会とか世の中とか共同体とかを理解する。それが世の中のいろんな人と一緒に生きていく、こういうことなんじゃないの？つまり対話することによって他者と生きていくってことを学べるんだね。つまり対話をすることで他者と一緒に生きていく、自分と違う考え方の人と一緒に生きていくってことはどういうことなのか、相手を理解する、自分のことを理解してもらうってことはどういうことなのか、それを学ぶことができるんだね、この対話っていうのは。以上がおしゃべりではなく対話をすることの意味、対話をすることによってみんなが得ることができるものです。対話、これやっていこうと思ったらいろいろ大変なことがありそうだけど、その代わり得るもの、これも大きい、そういうことなんだね。そして、まだあるよ。対話をする人でその人が得るもの。それはその人自身が言葉を使って自由に活動できる社会を得ることができる、作ることができるっていうこと。みんなね、この社会の中で自由に生きていきたいよね。自分の言いたいこと、自分の表現したいこと、それをはっきり言っていきたいよね。そういう場を自分で作り出すことができるんだよ。形成することができるんだよ。そういう力がこの対話にはあるんだよ。それが作者の主張です。それはどういうことか。まず人っていうのは私的領域にいるわけ。この私的領域っていうのは自分自身の個人的な空間です。人っていうのは自分の心の中で自分で考えることができる、そういう私的な空間、自分だけの空間っていうのを持ってるんだね。でもその私的領域っていうのを公的領域に広げることができるんだよって。この公的領域の公は公園の公だよね。公園って言ったらいろんな人がいるよね。いろんな人が利用できる場所。そう、その公的空間っていうのは自分だけじゃなくて他の人もいる空間のこと。他者が存在してる空間、つまり社会なんだね。みんな一生私的空間、私的領域の中で過ごしていくの？違うよね。成長とともに、どんどんみんなの世界っていうのは広がっていく。自分一人の世界ではない、他の人がたくさんいるような社会と接して生きていくでしょう。自分とは違う他者と共に生きていくこと、これは大変なことだよ。さっきまで説明してたように、この対話っていうのはね、そんな簡単にできることじゃないからね。でもね、この対話っていうのをちょっとずつ積み重ねていくことで、確実にみんなの世界は広がるようになる。自分だけの空間、私的領域って言ったら狭い空間だよね。それを公的領域、他の人たちがいる社会にまで広げることができる。そしてその社会の中で、公的領域の中で、自分の言葉を使って自由に活動できる場っていうのをみんな作り出すことができるんだよ。それが対話なんだよ。対話にはこんないいこと、力があるんだよ。こういうふうに作者は言ってるわけなんです。どうですか？今回の話、わかりましたか？最初にも言った通り、この対話をデザインするっていう話は他の県でも出題されてます。なのでそちらも一緒に勉強していくことで、よりこの細川秀夫さんの考え方、対話に関する理解っていうのが深まっていくんだね。下の説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらも利用してください。そして今回の山形県の出題とほとんど同じ部分が抜き出されている。千葉県の過去問を解くことで抜き出されている箇所は近いんだけど、もちろん出題されている問題って言ったら違うからね。別の問題も練習できる、こういうことになるんです。なので時間がある人はぜひ千葉県の問題もやってみてください。たくさんの問題を解けば、今回出題された範囲、その理解がより一層進むようになります。それでは今回の授業、これで終わりにしたいと思います。いつもコメント、いいねありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。